アプリリリース当初のライス育成って難易度高かったよな。に対するみんなの反応。ハルテン一着。同じ罠にはまる韓国勢を見てふふってなった。ハルテンが鬼門だったな。ハルテン一着勢は大体許さんぞ。メジロマックイン、してる印象。高めどころじゃなかったかな。ライスの URA 諦めて他の子やってたし。スピードもスタミナも盛らないとダメだったし、サポカの力も全然ないからかなり辛かったな。ライス。ライスとキングは難しかった。マヤノも結構きつかった。最初の頃は馬ぴょい見るのが最大の目標だったもんな。許さんぞ、リトルココン。ハルテンどうにか抜けてもラストの有馬のブライアンとアマさんとマヤがまあ厄介でな。目標レースの中に標準の適正だと足りないやつがあるキャラはきつかった。初見でやる前に出走レースの確認とかしないじゃん。未だに姉貴のグラマス育成最初が鬼門だと思う。マイル C はきついよ。皇帝が2戦目で早々に無敗じゃなくなる悲しみを味わったトレーナーも多い。あとやりがちなのはホープフルアジュニア優秀一発勝負のケースで事故って終了。やらかした TM オペラを。5戦も走ってるのに。いやー初期の馬娘は手強かったですねー。これ今でもたまにやっちゃう。有馬負けてみたっせー。あやま。そして量産されるマックイーン。今は強力なサポカが増えてマックディーンになるって前にここで読んだな。目標未達成、URA 敗北、温泉チケット没収。最初期はシナリオクリアすら難しかったから、ようやくたどり着いたエンディングで電波ソング歌う姿見てリアルに涙ぐんでた思い出。あまりに勝てなくてもういいよ、私爆心する。となってたのも今じゃいい思い出だ。やはり爆心、爆心は全てを解決する。実際、初心者の爆心育成は正解に近い。これのおかげでスタミナがどれくらい必要なのかを雰囲気で感じることができる。クリークママ怖いよ。スタミナ足りないとノラマックに、スタミナ足りても逃げ以外はクリークに圧殺されるしで散々だったな。強くない、育成難しい、ここまではわかるが、わかってて引いた人が多いのは謎である。そりゃアニメのライスハルテン見たら引くか交換する。ハルテンやった2期8話が2月23日放送でアプリのリリース日が2月24日なんだから、公式も狙ってやったとかしか思えないよね。アニメ2期8話見てライス交換したよ。そしてオグリも待機も引けずにダートがずっとうららとエルだったよ。鈴鹿さんのための引き換えチケットが8話見た勢いでライスに化けた。後悔はしていない。よかった、ターフクイーンズは許されたんだな。回避可能だからな、ターフクイーンズ。タフという言葉はライストレのためにある。キング育成でどうして短距離の次が中距離なんですかと頭抱えた思い出。分かってくると全然大したことないんだけど当時はなかなかの絶望感。過去のシナリオでチャンミヨウにマイル短距離に魔改造して出そうとすると本当にハルテンが壁だったんだよな。グランドライブあたりまできつかったな。ライス魔改造ほどじゃないけど、せいちゃんをマイルで出そうとすると菊花賞ハルテンがきつかったなぁ。やり始めはサポカが貧弱で知識もない状態でライスに挑んで強鎮したな。何もかもが手探りだったなぁ。絶好調の維持もきつかったな。北さんがいないと話にならないし、北さんがいても目標レース当月にやる気ダウンが当然のように来ていた。ロングスパートかけてくるゴルシにはいつもヒヤヒヤさせられた。長距離で第4コーナー回って後ろに赤いのがいると冷えってなった苦い思い出。ハルテンはガチで中距離までの馬をふるいにかけるからしゃあない。おぐりでもたまーにやってしまう。やっぱ目覚ましは恒常的に使えるようにしてほしいわ。ちょうどアニメ2期のライス会にアプリリリースだったから微共感だったな。俺も引き換え券でライスを迎えしたわ。地獄が待っていた。ライスちゃんの固有が長距離特化とか京都レース場特化のスキルだったらここまで苦労はしなかったのかな。よかった、俺だけが通った道じゃなかったんだな。マヤノの有馬はきつかったなぁ。ブライアンに負けてアマさんに負けての3位。アマさん味方違うんか、ってなるやつな。ハルテンまでに金回復拾えなかったら罪。まあでもちょっと難しいくらいが面白そうではあるけどな。
最近始めた税としては初期税のそういう体験は少し羨ましいと思う。帝王もなんか難かった記憶がある。ダービーですらスタミナ足りていない時とかあったもんな。タキオン育成時の強制マツクにローテも継承がよくわかってない時期にやらかして無事死亡した。なおそれを強制でやらされる谷のギムレット育成で距離適正の差を実感する。クリークがぴょんぴょん飛んでくるんじゃ。クリークとゴルシはお散歩するみたいにビョンビョンって飛んできてぶち抜いていくんだよな。ブルボンもキッカハルテン3着があったけどよく未達成してたな。オープンやってたけどハルテン走る勢を短距離ちゃんみとか出すときは苦労してたな。必要最低限のスタミナにしたいけど、それじゃ突破できず差しで祈ったり。今の若いやつはミークがトレーニングにいなかったことを知らないだろ。リリース年の7月からやってるけどこないだのクラちゃん育成で知ったわ震え。最難関はライアンやぞ。URA の捨て水準だと致命傷になりやすい距離適性が長距離ビーナ製で目標レースが本当にきつい。その代わり1回目のちゃんみで大活躍したしセーフ。ライス、マヤのあたりはマジで難かった。特にライスはハルテンで終わるのが多すぎて今度こそ、君を幸せにしてみせる、とかいう気持ちでリトライ連打したわ。初馬ぴょいはライスで見る縛りプレイをしてた人すげーって思った。レーススキップしてクリークが見えた時のは終わったな、感は異常。おぐりの1回目の有馬でも強敵だったな、普通に玉より手強かったという。ライスで温泉引けた、頼む、超えてくれ、ハルテン。マックイーンライスさんと二人で温泉だなんて、たとえ天が許しても私が許しませんはチケットを破り捨てながら。URA 決勝は誰でプレイしても大体ルドルフがライバルだったな。シナリオでライバルキャラとバチバチ熱い戦いを繰り広げているのに、レース結果では割り込んで1着取ったりする空気読まない野良会長が好き。クリークのほころびも地味にストレスだったよね当時。今は全然気にしてないけど当時はほころびまでに練習上手取れなかったらリセットしてた。この体験がトラウマだからこそスタミナクリークのサポカが未だに現役。スタミナ練習と筋スキルスタミナ回復が偉大すぎるんだよな。飲酒とかも全然だから、長距離が目標にあるだけで運ゲーを強いられてた時期があったんじゃよ。これ確か超初期の頃だっけ、その後のアプデに NPC 強化入ってハルテンさらにきつくなってるんよな。まあこの過去があるからこそ、未だに熱狂的なお兄様お姉様が各地にいるんだよな。当時初めての馬ぴょいをライスで見ることできたのが本当に嬉しかった。ようやく幸せの青いバラにしてあげられた時は本当に感無量という言葉がぴったりだった。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。